さ。ボルトと契約できたね。これでレアバードとかいうのが飛べるぜ。ユークリッドの科学アカデミーへ戻りましょう。ああ、我々には時間があまりないからな。急いで帰りましょう。レアバード、なるほど。どこやったっけ、あれ、こっちか。レアバードが完成したみたいだね。スタンリーさんには本当にお世話になりましたね。
ボルトに言葉が通じないときはどうするのかと思ったけどね。なに、不可能はないということだよ。じゃ、早いとこハリソンさんの後を追おうぜ。よし。なんか熱っぽいな。大丈夫か、しっかりしてくれよ。難しいこと考えたから知恵熱出ちゃったかな。知恵熱、それって。ほっとけよ、本当に知恵熱かもしれないからな。ハーフエルフだから。いや、あいつだからだ。これだ。ボルトの力で長く飛べるようになってご機嫌だな。ねえ、これって他の精霊じゃダメだったの？そんなことはない。現にペガサスの力で飛んだこともあっただろう。あ、そっか。じゃあなんでボルトなわけ？帯電性質といって、ボルトの力は物に長く作用し続けるんだ。なんだかわかんないけど、まあいいや。なあ、頼みがあるんだ。頼み？なんだい、言ってみるといい。俺の弓の飛距離を伸ばしてほしいんだ。おいおい、私は武器屋じゃないぞ。弓なんて直せるわけが。そうじゃない、ボルトだよ。ボルトの電気エネルギーとかいう力でさ。ダメか？多分無理だろう。弓は電気の力で飛んでいるわけではないからな。レアバードと同じようにはいかんさ。チェ、いい考えだと思ったんだけどな。どこかに寄り道していきたい気分。何言ってんだよ、そんな場合じゃないだろ。そうです、アルバニスタに行かなくては。分かってるよ、ちょっと行ってみただけじゃん。さあアルバニスタへ急ごう。あ、国営陛下がお待ちかねだからな。どこかに寄り道して。待ちなさい。
何やったかね。あ、またチェスターが。やった、レベル上げ。いいね。頑張っとるやん。あ、今度、え？あんた何してんの？別に。別にって、こんな真夜中に。何をしようが俺の勝手だろ。私が弱そうって言ったこと気にしていたんだ。そんなんじゃねえよ。じゃあ何なのよ。何でもないって言ってるだろ。用がないんだったらどっか行けよ。てんてんてん。わかった。行く。待てよ。ちょ、出た。待てよ。ちょ、待てよ。キムタクやね。ちょっと強く言いすぎたよ。ちょ、待てよ。私、あんたに謝らないと。なんか言ったか？なんでもない。言っとくけどね。風邪なんか ひかないでよね。みんなが迷惑するんだから。そっちこそ夜食を食いすぎて腹壊すなよ。余計なお世話。おやすみ。レベルが上がるわけじゃないか。あ、やった。イエーイ。止まるべきやね。新しい。ロールプレイングの基本として覚えとこう。やっほい。三種の武具って言われてもな。なんだかわかんないよね。アルバニスタの魔法研究所へ行ってみよう。そこでなら何か聞けるかもしれない。そうだな。詳しいことがわからなければ話にならんからな。僕たちが伝説の英雄になっていたなんて。まあそういう歴史が作り上げられたということだろう。あなたかだかだよね。でも本当はエドワードさんがダオスを倒すはずだったんだ。彼の目的は名誉じゃなかった。無論我々もな。英雄でも何でも好きに呼ばせておけばいいさ。分かってますけど複雑な気分ですよ。もう真面目なんだから。あ、違う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 。三種の武具とかいうのを探さないとな。超古代の遺産とか言ってたっけ。それがダオスを倒す鍵になるのですね。ああ、それらを融合すると時を操る魔剣になるわけだ。時の剣か。三種の武具とかいうのを探さないとな。
死をも恐れぬ愚か者よ、祭壇のもとへ来るかよ。セーフポイントだ。ちょっとレベル分けがてら。